こんにちは。地域のかかりつけ医、マルカハート内科の山岸です。今日は、加齢に伴う血圧変化と題して、動脈硬化の指標についてお話します。今日のポイントは、平均血圧は細い血管の動脈硬化の指標という点と、脈圧は太い血管の動脈硬化の指標という点です。まず言葉の定義ですが、脈圧という言葉、これは収縮血圧から拡張期血圧を引いた数値、つまり上の血圧と下の血圧の差を脈圧と呼びます。次に平均血圧という言葉ですが、平均血圧は拡張期血圧に、つまり下の血圧ですね、これに脈圧の3分の1を足した数値、これを平均血圧と呼びます。動脈硬化は細い血管から始まります。細い血管が硬くなると血圧全体が高くなって収縮期血圧も拡張期血圧も高くなります。これは血圧が心臓のポンプ力と血管の硬さによって規定されているからです。細い血管が動脈硬化を起こすと、末梢の血流が減った分、収縮期に太い血管にプールされる血流が増えて、これが拡張期に流れるため拡張期血圧が高くなります。つまり細い血管が動脈硬化を起こす動脈硬化の初期の段階においては、収縮期血圧も拡張期血圧も高くなるんだけれども、拡張期血圧がより高くなりやすいということになります。平均血圧は拡張期血圧に脈圧の3分の1を足した数値ですので、拡張期血圧の影響を強く受けています。細い血管が動脈硬化を起こして拡張期血圧が上昇すると平均血圧が高くなるということになるので、平均血圧は細い血管の動脈硬化の指標となります。数値で言うと90以上が要注意とされています。それでは太い血管まで動脈硬化が進行した場合はどうでしょうか。太い血管が動脈硬化を起こすと、収縮期に太い血管にプールされる血流量が減って収縮期の血流量が増えます。そのため加齢に伴って動脈硬化が進行した状態になると、収縮血圧は高くなって逆に拡張期血圧が低くなる。つまり収縮期血圧と拡張期血圧の差である脈圧が増大するという現象が起きます。脈圧は収縮期血圧と拡張期血圧の差ですので、太い血管の動脈硬化が起きると脈圧が大きくなって、結果脈圧というのは太い血管の動脈硬化の指標というふうに考えることができます。数値で言うと60以上は要注意とされています。まとめですが、平均血圧は細い血管の動脈硬化の指標であり、90以上は要注意。脈圧は太い血管の動脈硬化の指標であり、60以上は要注意です。動脈硬化の比較的簡便な検査法としては、脈波検査と呼ばれるものや、頸動脈エコーなどがありますので、かかりつけ医の先生と相談しましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。公式ホームページもぜひご覧ください。